米大リーグで活躍する大谷翔平選手による小学生へのグラブ寄贈について、朝鮮学校や中華学校などの外国人学校が対象から外れていたことが関係者への取材で分かった。寄贈を支援するニューバランスジャパン東京都から協力を依頼されたスポーツ庁が寄贈を希望する学校数を調査する過程で、学校教育法上の学校に位置づけられていない施設が漏れた形。日本の学校教育法上の学校に位置づけられていないんだし漏れても仕方ないのに。そこまでしなくていいのに。全方位に気配り。日本野球で育った選手が一人でも多く活躍されんことを。外国人学校への検討は良い一歩です。外国人学校に通う方々から声が上がっていたこともあってのことだと思いますが、まあ、気を使いますね。これが実現したら、このことは善意として素直に受け取っていただきたい。オークションなんかに流れなければ良いけど。まあ、ニューバランスも商売だからね。大谷さんというよりもニューバランスとして韓国市場のこともあるから、その辺は無視できないって感じなのかな。大体大谷の思いをニューバランスとスポーツ庁が汲み取れなさすぎ。野球のためにやってんだから一条項かどうかなんて関係ない。学校教育法上の学校に位置づけられていない施設を全国から探して、連絡取って寄付しなきゃいけないの？大谷選手の善意を台無しにしてる。大谷選手としたら意図しない問題で、踏んだり蹴ったり。どこもかしこも寄付するわけにはいかない。大谷選手の善意に文句を言うのはどうなんだろう。大谷選手は何も悪くない。日本人の大谷選手が日本の学校だけに寄付して何が悪い？寄付は義務ではないので、外国人学校さん自国の選手から寄付をもらってください。大谷選手が外国を差別している、外国の学校が物乞いしているなど、誤った認識をしてしまう人が出てきそう。個人がした寄付にあれが足りないこれが足りないと口を挟むのは単純に品がない話というだけ。個人的には支援学校も対象にしてて、むしろ行き届いてるなぁという印象だったけどなぁ。